聴ありがとうございます。ちもちもです。本当に優しい車両は、車体幅が 2950mm で広くなっています。空気清浄機の設置で車内がきれいな空気になっています。腰掛け幅の拡大でシートに座りやすくなっています。非常に強い車両というのは、電気機器や、保安装置を二重形にしてあります。情報案内装置が強化された車両というのは、前面側面の行き先表示器がフルカラー LED になっています。あとは上の液晶画面も運行情報やニュースが見えます。なぜオレンジ色かというと、開発者の妻が着ていたセーターの色がオレンジ色だったからだそうです。ご視聴ありがとうございました。